こちらが JR 下関駅です。九州方面や広島方面からの玄関口です。周りにはたくさんのお店や飲食店があり、海外の方にもとても便利な場所です。近くには新幹線の新下関駅もあります。こちらの駅からはたくさんのバスが市内各地に出ており、各スポットを回ることができます。こちらが九州福岡門司港からフェリーがやってくる下関の港、唐戸桟橋です。また向こうに見える関門橋の下をくぐる関門トンネルを使って徒歩でも九州から下関にやってくることができます。